今日は気温が上昇し街も春めいてきました。文京区の六義園では19日から始まる桜のライトアップに向けた準備が着々と進められています。今日の都内の様子を取材しました。午前9時半です。現在の有楽町の気温は13度となっています。風が吹くと少し肌寒いんですが、風が止んでいる間はポカポカと暖かく、薄着の人たちも目立ちます。今日暖かいです、すごく。 Very nice. Perfect. Perfect. 都心では朝から気温が上がり、薄手の上着や春らしい明るい色の服を身にまとった人の姿が多く見られました。すごく素敵なお色のお洋服ですけども、今日のファッションのテーマは何ですか？やっぱり春らしく少し暑いから薄着してきたんだけどね。中にはこんな人も。もうあちらの外国人の男性の方は半袖ですね、半袖になっています。午後3時19分には今年最高となる21度2分を記録し、暖かい日差しを楽しむ人たちがいる中、こちらの女性は。マスクは花粉です。じゃあちょっと気温が上がると。そうですね、目がちょっと辛いです。気温の上昇で花粉の飛散量が増え、マスクが手放せないという人も少なくないようです。一方で暖かくなると待ち遠しくなるのが桜。桜の名所として大勢の人でにぎわう皇居周辺では。今はどうですか？いや、聞いていいですね。暑くないですか？暑いです。暖かくなるのを待って今日初めて走りました。あ、そうですか。暑くて半袖でも、上も半袖でもいいくらいですね。でもこれから暑くなるんで、これぐらいでちょっとね、弱音入ってたらちょっと都内を包む春の陽気、各地から花の便りが届き始めました。国分寺市の殿ヶ江戸庭園では先週末、カタクリの花が開花しました。担当者によりますと、園内にはおよそ300株のカタクリが植えられていて、今週末には見頃を迎えるということです。そして待ち遠しいのが桜の便り。文京区の六義園ではあさって始まる桜のライトアップに向けた準備が進められています。300年以上の歴史を誇る六義園は、江戸時代に造園された日本庭園で、およそ8万8000平方メートルの敷地に桜や松などおよそ5600本が植えられています。園のシンボルとされるのが、樹齢およそ70年のしだれ桜。毎年3月下旬から4月上旬の桜のライトアップの期間には、およそ15万人が訪れるといいます。去年は3月23日に開花し、5日後に見頃を迎えました。さて、今年の開花は。ここ数日ずっと雨が定期的に降っておりますので、もう桜の方はいつでもつぼみが大きくなって開花する準備は整っているかなと思います。あとは温度次第だなということで、我々としては3月の23日以降の開花というのを見込んでいるところですね。春の陽気を浴びて膨らみを増すつぼみ、訪れた人からも開花を待ち望む声が聞こえました。これ綺麗だろうなって、今もうちょっと咲きやないとダメだけど、綺麗だなって思うんですけどね。苦しかった冬のね、あれが溶けて春になるからいいです。六義園のしだれ桜、実はちょっと早めに楽しめる場所があります。園内に6本あるしだれ桜の中で一番早く咲くのがこちら。正門から100メートルほど中に進んだ場所にあるこの桜は、早ければ今日にも開花と見られています。この木は園内の桜の開花を判断する基準とされていて、担当者は毎日入念に枝先を確認しています。早いしだれ桜が開花すると、だいたい5日前後で大きなしだれ桜も開花するというのが通年なので。六義園に花見シーズンの到来を告げる早咲きのしだれ桜、今年のライトアップはあさってから来月5日までの予定です。